ンコ・ヒョードイ VS レナート・ババルーン。第4試合ワールドタイトルヘビー級トーナメント準決勝戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー185センチ、 104.3キログラム、 リングスブラジル、レナート・ババルーン。赤コーナー182センチ、 102.9キログラム、 リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードリー。ヘビー級トーナメント準決勝の2試合目です。リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル対リングスブラジル、レナート・ババルの一戦です。この2人も激戦になることは間違いないようです。そうですね、まあ、一番面白いのはですね、やっぱりロシア対ブラジルという組み合わせですね。もうリングスでしか本当見れない試合ですよね。その通りですね、はい、さあ落ち着いた表情、ヒョードル、ショートタイツを履いていますがヒョードルです。ロシア、そしてブラジルは、おお、まあショートタイツはショートタイツなんですけれども、組みに来ました。サイドラインが履いているショータイツはがヒョードルです。これもこちらに中が入ってますから、なかなか難しいですね。そうですね、肩にタトゥー入れ墨が入っていますのが、ババルです。押し込んでいます。これ押し込んでるんですか、それともババルが引いてるんですか。これ、押し込んでるんですね。で、あの左くから、おっと、蓋をそうとしてるんですよ。はいはいはい、入りません。いい打撃が入りました。大きく距離を置きましたババル。ババルがカウンター気味、ウエイトは、いや身長はババルが勝っています。あ、ヒョードル三本柔道の選手なんですけど、ね、打撃もいいですよね。ね、様になってますよね。はい、やっぱ。組んできた。のしかかってきます。ヒョードルがまだ24歳です。ババルも25歳。結構使いますね、この台ね。そうですね、下手にグラウンド行かないでもう、あのボディパンチで痛めつけてからって感じですね。ヘビー級らしい重いパンチを繰り出していきます。的確に入れてきますよね、というところに、はい、ババルかなり嫌がってます。むやみには乗っていきません。おっと、今溝落ちじゃないですか。いいですね、上がってますよ、本当に相手のところが、ね、あの入れるの難しいと思うんですが、はい、慣れてますね。あーと、真ん中入った。もう本当様子、あのパンチで様子見ながら関節行こうとしてますよね。なるほどなるほど、まだ行くのは早いというような感じで、空いてるところ空いてるところ、膝、それから太もも、あるいは溝落ち、こういったところを丁寧に狙っていきます。リングスロシアではありますが、出身はウクライナ共和国です。アキレス行きそうですね。先ほどからこれ狙ってる選手が何人かいるんですが、はい、裸足なんで、やっぱり裸足なんで抜けてしまいます。この辺が難しいところです。もうすぐ上をキープしましたね、はい、ヒョードル。こちらですね、96年の柔道ロシア選手権優勝、97年サンボロシア選手権優勝、そして97年はサンボのヨーロッパ選手権優勝という、もう輝かしい実績を持っています。ヒョードル、もう幼い頃からサンボを始めています。柔道も始めました。あのババルがあの普通のサポーターの下にさらにもう一枚あの右足のサポーターしてますね。してますよね、さっきからヒョードルそこ狙ってパンチ打ってるんですよね。その辺はもう勝負に徹した堅かなところを見せてますね。残り時間2分、冷徹なところを見せています。当然ながらそういった余分なサポーターというのはもう標的になりますからね、はい、そうですね、やっぱりちょっと怖いところがあるんでしょう。ここはブレイクになりました。このヒョードルは後楽園のバトルジュネシスでも参戦しまして、あの高田美也選手というのがいるんですが、その選手相手に見事な打撃センスを披露したりしています。ババルの方が手札に落としたんですけど、はい、倒したのはヒョードルの方でしたね。ババルについていけるんですか、大したものです。というかあのババルがこれだけ下になると珍しいんじゃないですか、ね、はいはい、確かにそうですね、
今までこのバブルに泣かされた選手、手を焼いた選手かなりいます。バブルが下から足を取っています。足を取っています。足を取っています。足のホールドだ。この一瞬で決まるか。決まるか。決まりません。うまく抜けました。自分も回転して足首を回転させ、すっぽ抜けさせました。残り時間1分。危なかったですね。危なかったですね。あのババルの両足のロックが完全に入ったらやばかったですね。もう一回いきますね。ババル、はい、ババルヒョウコールか、ヒョードルコーフかコールか。まもなくこの第1ラウンド終了しようとしています。お、先ほどの準決勝の第1試合かなり動きがあります。ボディは嫌ですね。嫌ですね。相当嫌がってますよ、ババルも。かなりの精度で入っています、はい、足首取るか。いや、のしかかってきます。ババルが初めて上になりますね、本当にもう初めてですね、はい、ここまで来てもう第1ラウンド終わろうという時間です。口を塞ぎに来ました、ババル。第1ラウンド終えました。これはポイント上げるならヒョードルでしょ、圧倒的に、ね、はい、セコンダウン、セコンダウン、セコンダウン、ラウンド2。これはあのちょっとバンクロスの匂いが漂ってきましたね。おお、そうですか、はい、カウント合わせた。ババルがカウント合わされましたよ、はい、剣に行ったんですが見事に合わされました。また手がやですね。いやヒョードル疲れを感じさせません。すごい選手がロシアにやっぱりいます。であのやっぱりヒョードル3歩10秒じゃないですか、でそうなるとグラウンドに行くとこうサブミッションに行きたくなると思うんですけども、はいはい、まずとにかくパンチを打ってですね、それからですからね、その冷静さがいいですよね。自分の得意なところにはなかなか行かないという奥深さを見せています。この人もあの狼軍団なんですよね。そうです、はい、あのボルクハン率いる、まあ、格闘術のメンバーであります、はい、そうですね。とんでもない選手いっぱいいますね、岡見君ね、はい、まあ、特にあのこの選手とあとアタイフですね、アタイフですね、その2人がパターンは有望してるんですよね。足首が来ますね、来ますね。足首、この足首がちょっと不用意に立ちすぎたか、不用意に立ちすぎたか。危ない危ない危ない。逃げることはできません。あーと抜けた。でもちょっと かなり不自然な足首の形になりましたけど、あ、大丈夫のようです。大丈夫です。あの両足でロックされなかったですから、足を、はい、完全に固定された形じゃないんで大丈夫です。ババラちょっと今しまったなという表情を見せました。左から右、パンチの打ち合いか。パンチの打ち合いになるとどうなんでしょうね。そうですね、先ほどから見るとヒョードルの方が、いい感じですけども、まあすね、スピードもありますもんね、はい、左大きくロングフック放っていったんですが、組んだのはババラです。ババラも落ち着いてますよね、まあ、試合は随分ね自分でも重ねてますでしょうからね、はい、こういう試合もいくつか経験していますでしょう。組んでるのはババルの方です。相手がオスに任せています。殴りながらヒョードルは押されてきました。レグダウンはされません。いつものババルにキレを感じさせません。これはこのヒョードルの力でしょう。このババルはレスリング出身ですからね、本当テイクダウン専門家ですから、その選手にですねやっぱテイクダウンさせない、テイクダウン奪っていくと、ヒョードルはすごいですよ。技ももちろんありましょう。この腰の重さもありましょう、はい、もっとバックアップ一発狙いはかすったかすった、うまくわずかにダッキングしました。さあまた横になります。サイドを取った、いやまだパスできません。あえてサーブも取ろうとしなかったかもしれません、はい、これパンチ行かせという、ね、もう作戦切り替えたようですね、はい、であのパンチで行って、で観察行って、で決まらないと見たらまたパンチ、はいはいね、はい、このパンチが随分あのバーバルの表情を見ても分かるように有効なようです。でこう叩いているうちはポイントを上げていけるわけですから ね、はい、優勢なポジションをずっと取っているからにはポイントを取れそうです。まあ、先ほどほどのこうセックスはなくなりましたけど、確かに、で嫌ですね、あのボディパンチは。3分経過しています。残り時間2分。いやしかし各カードとの力は本当に拮抗しています。よっぽどの選手たちに間違い、寂しいきますよこれ。足か上か、いや上、今ババルの方が動いたので一瞬にした。初めてまともに
ガードポジションという形になったのではないでしょうか。さあここから行きますか。叩きます、叩きます。ミノータ、ミノータ、いいか。よくあのボクサーは、古いボクサーは斧を、ね、振ってあの木を切って練習をするそうですが、なんかそんなトレーニングを放出させるようなそんな動きをします。今足首来ましたね。またファウル取れませんでした、はい、この分だとロシアのほとんどの木を伐採してきたのではないでしょうか。後ろ取ったぞ。チャドルバックバンましたね。ババル、ババル沈没の日か。いや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 、ババル今すごいピンチを迎えてしまいました。なんとか切り抜けています。これはバンクルワザの目が叩いてましたよ。本格的に結構ババル、これ苦しんでます。苦しんでますね。これほど苦しんだババルをなかなか見ることは なかったですね、はい、負けはついてますけども苦しんで迷っています。ヒョードルは相当クレバーな戦い方してますよ、はい、戦いづらいんでしょうババル。右のババルが無茶なことしました。一発狙い、あるいはあの奇襲っていう感じにババル使い始めましたね。先ほどバックハンドもそうしかり、はい、一発狙いですよね、はい、苦しい証拠ですよね。逆に言えばアッパーカットもそうです、はい、奇襲を使うというのは大体あの苦しい証拠、その証明が今現実のものとなってババルから繰り出されています。まずテイクダウン取っているのがヒョドルですし、はい、グラウンドで上キープしているのもヒョドルで、パンチですね。ババル大きなポイントになるんですね、はい、もうほとんど時間ありません。このままあの体勢でどうやら終わりそうです。試合終了です。判定を行います。ヒョードル強しをお待ちください。もうハンが勝ったという勢いで迎えてます。てかババルもちょっとやられたって感じですよね、これはヒョードルでしょう。終始あのセコンドについているハンが先ほどの試合はミーシャに対して結構大きな声出してたんですが、はい、今回出さなかったですよ、あの自信持ってるんでしょうね、いやここまでババルが、攻撃できなかったというのは初めてではないでしょうか。ヒョードルもあれだけ攻めたんですけどもピンピンしてますもんね、スタミナもすごい。あババル疲れてますね、ババルも判定の結果を申し上げます。ジャッジ前田20対18、エメリア・エニコ・ヒョードル、しっかりと両ラウンドを取ったようです。ジャッジ藤原20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、ヒョードルの勝ちです。ジャッジ森山20対18、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、完勝ですね。フルマークですね。3対0、完勝、フルマークでエメリア・エンコ・ヒョードル、レナート・ババルを下しました。これはすごいですね、ヒョードル。そうですね、しかもまだ実力そこ見て、見えてませんよ、これ、これですね、先ほどもう疲れ